Oi. Ah, então ya. ご飯を救え。囚われのご飯を救え。ご飯、無事で行ってくれ。急げ、孫悟空。ぐずぐずするな。 あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか？ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。 あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾を掴むかだな。こんにちは。 それでは。いろいろあるよ。毎度。どう。 あの。 ありがとう。いいえ。よし。頼みます。 キラキラして高く売れそうだけどな、この石。どう？お？
よし。よし。こいつは。で、化石掘りしてとか言ってたな。さて、いいですよ。あ、ヘヘヘ。ナムんとこに持ってかねえとな。嫌がんな。あ、一丁や。こんにちは。どうです？なんと。ありがとう。では。いつかナムの村に行ってみっか。
風車が回ってんな。ありがとう。よし。地図見た方がいいんかな。
よし。どう。ありがとう。サンキュー。ありがとう。ヘヘヘ。警戒信号が戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ、ここに向かってくる。一つ、二つ、戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろ、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。お遊びはこれまでだ。貴様だけだと。どっちが先に片付けられたいかに相談をしていたのか。されるつもりはねえさ。
全てのセントーレを指先だけに集め、くそ、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。掴んだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。 おとなしくこの力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。 まだそんな力が。ピッコロ、早くその技を。くっそ。
この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ？一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。なるほど、そういうことだ。悟空ってば、お前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構、嫌なもんだな。まあな。でも、安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。